どうも、市川です。今回はマリオパーティー9の6ボールパズルをやっていこうと思います。というのもね、いつも世界の遊び大全51の6ボールパズルをやってると思うんですが、その前身であるこのマリオパーティー9、ここに収録されてる6ボールパズルが原点ということで、中古で買ってきて、やっていこうと思います。はい、このエクストラにあるみたいです。いきましょう。シックスボールパズル来た。これもう Wii をやるってこと自体がね、そもそも久しぶりですけどね。やっていきましょうか。ドンキーがいない。まさかのドンキーがいない。ドンキー選ぼうと思ったらドンキーいないね。リストラされましたね。はい。はい。この対戦モードで遊んでいこうと思います。一人で多分コンピューターとやれるのかな。あ、ありますね。強さが。強さをマックスにしたいですね。あ、マスターがちょっと選べない感じですね。まあ、強い倒したらいけるのかな。まあ、強いがね、どれぐらい強いかって感じですが。まあ、言うてやばいを超えてくることないと思うんで。あー、これ普通に遊び大全で言うと、普通ぐらいですね。普通というか、強いか。強いかすごいぐらいですね、これ。まあ、ボコボコにしてと。とりあえず倒しておいて、まあ、赤ピラミッド狙っていきましょうか。まあ、赤ピ狙いながらって感じですかね。まあ、負けることはないかな。うん。負けることはなさそうですね。あ、でも相手、黄色のピラミッドをしっかりと作り込んでおりますね。しっかりと作り込んでるんで、これ、まあ、紫にしましょうか。ストレートが見えますが、で、これでね、しっかりとここで、ピラミッドと。オーケー。まあ、勝ちですかね。あ、でも相手ギリギリ？いや、作ってないか。オーケー！しっかりと、続く？あ、続かないよね。消え方が。三本選手みたいですね。三本選手。まあ、しっかりとこれね、青と黄色で作っていってと。まあ、ソフトドロップなんで、ちょっと考える余裕が結構ありますね。猶予が結構あるんで。まあ、ヘキサゴンとピラミッドを両睨みという感じですかね。で、ここで、ピラミッド完成！ほい！で、相手全然できてまあ、ちょっと勝負にならないかな。さすがに。さすがにって感じですかね。はい。オーケー！しっかりと、勝ちをもぎ取って、このダブル打ち！おいしょっ！ちょっとマスターが気になりますね、これ。マスターが気になるところではある。あー、これ、ソフトドロップがちょっとずれますね。まあ、しかし勝ちと。まあ、青のヘキサゴンを作りに行きましょうか。で、これ、キョドリができないんでね。キョドリできないんで、これしっかりと下の盤面を埋めてから作りに行かないといけない。これはまあ、あ、青でヘキサゴン作りに行きましょう。言うて相手もそんなにできないでしょ。結構行って行っての、なんだろう、ツモが重い。うん。っていうのも、その行って置いてから次のツモを引くまでの時間結構あるんで、で、ハードドロップもできないでしょ。一手一手の質がかなり求められるような気がしますね、これ。これこうじゃないわ、これこうじゃないわ、まあ、いや。一手一手の質を求められると言いながらいきなり質の悪いプレイをしていく。オッケー。まあ、でもこれは、ピラミッドで勝ちですね。相手赤ダブルが来てるけど、普通にネクスト見てなかった。オッケー！しっかりと勝ちはもぎ取ってゴー！これでマスター出るならね、いいんですけどね。マスターが出ませんね。マスターどうやって出すんだろう。でも調べた結果、このマスターを出すには、冒険ポイントというものが必要らしくて、冒険ポイントが多分、ちらっと調べた感じなんですけど、パーティーモードをやらないといけないみたいなんで、今回はちょっとやめときましょうか。はい。というわけなんで、この一人プレイのモード、対戦ではなく一人プレイを、レベル99まで、おそらくレベル99が最後だと思うんで、まで行こうと思います。あー、なんか星があるんで、で、これ、ハードドロップができないんですよ、これ。
ハードドロップができないんで、これピラミッドにしなくてもいいんじゃないかな。これ普通に消えるんじゃない。あ、そうですね、多分この星のやつを消したらクリアってことだと思います。はい。で、これでクリアですね。はい、こういうことですね。マリオパーティーのスーパースターズにあったやつでもね、あ、これ超簡単ですね。超簡単、ピラミッド。これすごい簡単ですね。まあ、あのハードドロップがないっていうのも、一応ね、VS やばいで特訓してるんで。あ、普通に失敗しましたね、でも。ちょっと操作感が難しいね、やっぱり。まあ、緑消せばいいということなんで、まあ、緑を消していきましょうか。まあ、VS やばいで、ハードドロップ縛りでね、戦ってますからね。まあ、多少はソフトドロップに、耐性があります。これクリアですね。形に、技にならない、消し方が意味があるっていうのがすごい斬新。こういうね、ぐちゃぐちゃと、ただ6個消すだけとか意味ないからね、本当に。遊びたいでなと。それがね、意味があるからね。なんか、ただくっつけて消すみたいな。はい、ということなんでね、これ一気にちょっと飛ばしちゃいましょうか。多分この辺無限にできるんで。はい、レベル20までとりあえず来ました。レベル20まで来たんですけど、残しの意識が結構大事だなって感じですね。はい。まあ、対戦と違って、地形が継続するんで、大体対戦だとお邪魔が降ってくるんですけど、お邪魔が来ないんで、このゲーム。お邪魔が降らないんで、まあ、残しの意識がかなり大事かなという感じですね、これ。はい。で、とりあえずヘキサゴンで緑消して、まあ、あと適当にごちゃごちゃっとね、消えて、まあ、なんか、達成することもありますけどね。こうやって。こうやって消して。まあ、あとは、まあ、青待ちみたいな。もう、あと青待つだけっていう。もう、ヘキサゴンとか作っても意味ないんでね、これ。はい。はい。まあ、これ、ピラミッドの形に一応してるんですけど、ピラミッドにしなくても全然いいですからね、これ。一応ピラミッドの形組んでるけど、これね、これ適当にぐちゃっとね、消しても消えますからね。はい。レベル30行きましょう。はい、レベル30まで来ました。で、これね、もう対戦じゃないんで、このヘキサゴンを組む意味が実はあんまないんですよね。で、まあ普段絶対狙わないようなストレートとかも、まあ案外組んでもいいかなみたいな。なんかそういう感じですね。もうこれでごちゃごちゃね、やってれば、そのうち消えるんで、これ。あと青と赤か。あと青と赤ですね。まあ青と赤を狙っていくんですけど。まあまあ、なんか適当にね、ごちゃごちゃっとやっとくと、なんか消えることが多いですね。とりあえず、紫、あんま意味ないんですけど、技作っておきましょうか。はい。で、あとは、まあ、色待ちですね。基本的にはもう色を待つと。で、赤のピラミッドと、まあ、青を狙っていく感じですかね。OK、完成ですね。で、これ、青は特に形作らなくてもいいので、まあ、これで、まあ、上がりとなっております。OK! さあ、40レベルまで来ました。まあ、とりあえずこれね、技を作ると、とりあえず技を作るゲームとなってますね。はい。まあ、ここまで来ちゃうと、もう、色とかが特にも関係ないので、もうひたすら技を作っていくと。ひたすら技を作っていく。まあ、これは、青でいいでしょう。はい、青ストレート。まあ、これストレートもね、ピラミッドもヘキサゴンも変わらないんで、ひたすら組んでいきましょう。はい。で、この残った地形でまた組んでいくと。まあ、とりあえず、5色あるんで、5回技を決めれば、もう終わると。そういうゲームですね。まあ、パズル的に消してもいいんですけどね、最後はね。さあ、ストレート決まって!そして!何も決まらない!まあ、これで終わりと。そうですね。これちょっと時間かかるから、そのまま消そう。まあ、これパズル的にね、消しても楽しいですよね。さあ、来ました。皆さん、レベル50です。正直結構死にかけてます。
途中で。一応濃紺ですけど、一応濃紺って言うんですけど、ぶっちゃけこれ盤面が狭すぎて、あ、これ多分運が悪いと死にますね。あ、死んだ。いや、これはね、無理っす。これはしょうがない。初死にですね、一応。これはね、もう、お邪魔食らって盤面ギリギリの色にかけるやつですね。というわけで、レベル50行きましょう。さあ、これ緑来なかったら負けですね。多分緑来なかったら、これ多分ね、無理だと思います。一応赤とかも消せるようにしましょうか。こうやって赤を消してね、ちょっとしのぎに行きましょうか。一応この青も、あー、これピラミッドの形にしましょうか。ピラミッドにして、で、緑か青が来たら勝ちと。オッケー。まあ、ここしのいだらね、正直どうとでもなるんで。最初だけです。最初の盤面がもうめちゃめちゃ高いんで、であんま消えないんですけど、まあ問題ないですね、こっからは。ぶっちゃけこっからそこまで問題なくて、まああとは適当にやればいいかなと。だいたい2回目打つとすごい連鎖して盤面が消えますね。いや、初手だけおかしいでしょ、難易度が。運ゲーやもん。さあ、ラギ兵器決まっていく。そしてしっかりと、全クリップ。あ、終わりましたね。なんか難易度的にレベル50が最高かなと思ったんですけど、レベル50で終わりみたいですね。冒険ポイントもらえますね。正直、この一人プレイみたいなモードが遊び大全にも欲しいですね。対戦する形式じゃなくて、なんかひたすら自分で消すみたいな。こういう星の要素はまあなくてもいいんですけど、まあ、とことん、シックスボールパズルみたいな。なんかそういうモードで、なんか残しの盤面を気にするみたいな。なんかそういうのがしたいですね。はい。そういう意味では非常に、良かったのではないでしょうかと。ということで、ぜひ、高評価とチャンネル登録お願いします。次回は、マスターと戦っていきたいと思います。バイバイ。